はい、えー、じゃあ15時20分になりましたので、えーと、今週のローカルスタンダードをデザインする始めたいと思います、今日で6回目かな、えー、もうすぐ折り返しって感じになりましたけれども、あっという間で、えー、今日のゲストは、えー、日本民芸館、えー、駒場にある美術館施設の学芸員をされている古谷真由美さんです。拍手 えと今も言いましたようにこの授業は一応キーワードとしてローカルスタンダードっていう言葉を掲げているわけなんですが、えー、個人的には、まあ、ここでそのローカルスタンダードっていう言葉に込めた思いの先駆的な、えー、活動を手掛けていたのが古谷さんがお勤めの民芸館の民芸っていうこの概念にもあるかなあるいはその概念を掲げて活動された方々の えとまあ、活動内容や言説にあるかなということでか、えっと、ねてから、えー、関心を寄せてきたわけなんですが古谷、まあ、さんには再々オファーしてるんですけどいつも「私なんて」って言って、はい、ちょっとマイク使ってくださいあのー、OK 出なかったんですが去年何をちまよったのかね何をち迷ったんでしょうかずっとその後後悔してるんですがでこの間 多分3回ぐらい打ち合わせと称したご飯会をやってまして、つい先週もやりましたね。お世話をかけまし、ね、いえ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 。まあこんだけ手のかかる講師も珍しいんですが、まあそんな感じで、後ほどその民芸についてもお話しいただこうと思っているんですが、えー、いつものように、まずは僕の方からあの授業内容に応じた頭出しのお話をしたいと思います。えっ、ー、と、よいしょ。画面共有をします。 いえー、っと、今日は、えー、っと、ごめんなさい、なんかバーが、スライド上は、見てくれた。はい、えー、民芸という美学というタイトル、民芸という美学というタイトルで、というが続きますが、えー、日本民芸館の古谷真ゆみさんにお話しいただくわけですが。 えっと、僕の方からまず最初にお話しさせてもらおうと思っているのは、あれ何がどうなってったこっちかこのツールバーがアップグレードされましたとか、無駄な情報をスライド中に出してほしくないよね。え、どういうことだい、はい、んなぜか進まない。 でしょはいごめんなさい手間取りましたが「センス・オブ・ノイズ」というタイトルにしてみました先週、あのー、今井さんじゃなくて今村さんをゲストに迎えて屋台のお話だったんですよねでその屋台っていうある意味こうフォーマルとインフォーマルというかその間のちょうどグレーなところを こう街に介入することでその一見よそよそしくも思われる街が近くなったりとか、まあ、そんなことがあるんじゃないかというお話をすごくこう実体験を交えてしてくれたんですが後半の確かディスカッションの値でノイズっていうのがちょっとキーワードになったと思うんですよね。まあ、そんなこともあって、えー、このお題にしてみました、まあ、ノイズをキャッチする感性ぐらいのイメージで「戦争部ノイズ」としてみたんですが、えー、と舞台はパリです。 今日おったことある人。お結構いるはいじゃああのパリのイメージを言ったことある方に聞きましょうか前にあのすごく経験豊富そうなあのお兄さんがいるので <laughs> 一言はいえっ、ー、ともう25年ぐらい前ですかね、はい、行ったんですけど、まあ、僕行ったのはフル道具とかも行ったんでコーヒーが好きなんでコーヒー見るとか昔ながらの何だろう、まあ、民芸って言葉に 表していいのがわかる。そういうものがたくさん残っている町かなって思いました、うん。ありがとうございます。もう一つぐらい、えっともう一回手を挙げてもらっていいですか。今度はちょっともしも若めのあそのじゃ向こうの黄色い彼に聞かしていただいていいですか。学生さんですよね。はい。いょちょっと短いかもしれないですけど汚い手味。電車のガラスとか割れちゃってた。 ちなみにいつえー、っとまあ一つ目の,あのお話は古いものが残っているっていうまあどちちかというとポジティブなイメージかなに対してお二人目の、えー、彼は、えっと、汚い電車の窓が壊れているとかっていうことをおっしゃってくださったんですがあのー、まあその二面性がある町であることは間違いないと思うんですよね。 あの実際美しい街でもあるしファッションをはじめとしてそういう華やかな部分も当然のことながらあるんですがえとお二人目が言ってくれたようにう汚いと下手すると臭いっていうこともあるかもしれないねえそんなこととかあるいは僕が初めてパリに行ったのは大学3年生の秋だったんですけどあのツイッター翌朝初日の朝セーヌ川のほとりをねこれセーヌ川のほとりを「あパリに来た!」と思って。 散歩をしてていたたらでですすね子供の集団がやってきたんですよ朝っぱらからね11月ですよ肌寒い中で見れば手に手に新聞とか雑誌を持ってるわけあ物売りなんやと思ってあパリではこういう貧しい子どもたちがリアルいててで物売りをね子どもたちがやってんねやとしんむりしてたらズン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 近づいてきて押し付けるように、まあ、買って買ってっていう感じなのか押し付けてくるので僕は思わず「いらんよ」ってこう手を挙げたんですよ。 その瞬間子どもたちのこの表情というか眼差しがガラッと変わってもう手という手が僕のコートのポケットの中に入ってきて要は物売りと見せかけたひったくりちびっこギャングだったんですね、まあ、そんなふなうな日本にいると電車に乗っててまあすりなんてもうあんまし体験しませんけど実際おそらく最近ちょっと僕もコロナ直前に行ったのが最後なのであれですがえっと 地下鉄メトロの中ではわざわざ日本語でねあのカバンはちゃんと前に抱えましょうじゃないけどちゃんと蓋たふたっていうかあの閉じておきましょうみたいなそのひすりひったくに対するあのアナウンス警戒するよっていうアナウンスがあったりするぐらいに実はそういう危ない街でもあります、えー、華やかなイメージ古いものも大事にしているそれも当然パリの一面ではあるんですがその反対ともいうような汚かったり臭かったり 危なかったりみたいなことがこのパリにはありますってことなんですねそんなパリで感じたことを少しお話したいんですがえっと僕がいつもパリに行くときに止、えー、まっていたのがこのモンマルトルの丘という旧市街の北外れにあるキリスト教の寺院がある丘の麓あたりでした、えー、すぐ下に北駅っていう鉄道の駅が地図上に表示されていますけれども 画面右上のシャルル・ド・ゴール空港という国際空港に着くとだいたいまずこの北駅までの鉄道に乗って降りるので、まあ、便も良いのでっていうことであのよく泊まってたんですね、まあ、こういう風景ですこれ2013年もう11年前の今ぐらいの季節です本当にスカイブルーでようやくこう長い曇天の冬が終わったなあっていうのでみんな芝生にごろんしたりとかのびのびしてるんですが。 えとそんな華やかなというか穏やかな光景の足元を見ると、えー、二人目の彼が言ってくれたあれじゃないですけどまあゴミだらけというかね来ちゃないゴミだらけの街でもあるんですね。えー、階段はというと、まあ、ポイ捨てがいっぱいあると石畳はと見ると、えー、やっぱしポイ捨てがいっぱいあると。パリはあの路上喫煙は OK なので、えー、結構吸ってる人いるんですがその吸ったタバコを結構みんなポイ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 捨てるん ですね、えー、っとまあそんな感じで、まあ、顔を上げていると美しい街並みなんだけど見下ろすと意外と汚かったりすするるような側面があるんですねしかも先ほど言ったような治安の悪さもあったりして考えようによってはなんかちょっと実際に行ってみると現実とのギャップに、まあ、中にはやっぱ怖い目に遭う人もいるのでもう行きたくないわってこう思いそうなところも えー、リアルある街ではあるんですが僕自身は回数を重ねれば重なるほどやっぱり行きたくなる街でもあったんですね。でそれは何なんやろうってある日思うようになりました。何なんやろうと思うとここういういととやなと思えてきたんですね、えー、仕事でいつも行っていたので一番でっかなスーツケースにも資料を詰め込んでいくんですがパリのエスカレーターなんて大体メンティが冬来た時で止まっていて。 階段をガッタンガッタン一段ずつぶつけながらえっちチラオちラ歩くことが多いんですけどそうすると必ず声かけてくれるんですね「大丈夫手伝おうか?」って言ってもう9割9分9輪必ず声がかかると。えー、街は汚いし臭いし危ない面もあるけどなんかそういう人の振る舞いに実は引きつけられてるところがあるなと思えてきたんですね。別のこことととを言うと悪いいすするる人もリアルいてるんですけど いいいこととするる人もリアルいてると要はあここには人がいるなっていうのがなんかその表面的な華やかさだけじゃなくてこの街に引きつけられる理由やなっていうのが思えてきたんですね。というのもまあこんなパリから帰ってくると、えー、関空であり成田でありこれ羽田ですけど、まあ、日本語通じるしゴミ落ちてないし、えー、別に水費ひたくりいないし。 ほっと安心して心穏やかになりそうなのに何か帰ってくるたびにどこか寒々しいね何なのこの寒々しさはと思うとですねあそういうことかと、えー、道路きれいで別にゴミ落ちてないんですけど同じように階段で大きな荷物持ってても9割9分9厘に逆に声かけられへんっていうまあ言ってる僕自身もそんなに、ね、あの誰かにと声かけてるわけじゃないんで偉そうなことは言えないんですけどそれ先ほどと同じように言い換えると 日本の空港日本の街って悪いことをする人も、まあ、パリと比べるとですよリアルそれほどいてないいないわけじゃないけどリアルそれほどいてないけど逆にいいことする人もそれほどいないんちゃうかなと思えてきたんですねさっきと真逆さっきは悪いことをする人もリアルいるいいことをする人もリアルいるなのであ人がいるなと思うんだけど日本ではどっちもおらんと。 どっちもおらんっていうのは要は人の国じゃなくって誰もいない国っていうかこんだけ人が溢れてるんだけど人が人として関わり合えてないんじゃないかなっていうことが寒々しさの理由ではないかとつまり実は誰も何もしてないんじゃないかなとこの社会に対してねなんかそういうようなちょっとこうげんなりじゃないけど繰り返しになるけど僕も人のこと言えない偉そうなことは言えないんですが何なんだろうこの あのいっぱい、っぱ特に東京なんて5万と人がいるのに、まあ、例えば大学一つとってもそうですけどこのリバティタワーにたくさん人いるけどじゃあ今日誰かと挨拶したってそれこそ見ず知らずの人と挨拶したって問われて、まあ挨拶しないですよね。でも多分 向こうの大学とかではなかななななかかかそういうういいいい光景ってないんじゃないかなっていう気もします、えー、別に学生だけじゃないねビジネスマンだってそうビジネスホテルに泊まってエレベーターで一緒になったからといって別に挨拶はしなかったり、まあ、それがこう同質的なパリみたいなこう多種多様な人,類あの人種のるつぼみたいな街ではなく。 っと,、まあ、となく均質的な文化を背景にしているっていうことによる暗黙の了解も言わなくても分かるよね的なことがいつしかそういうふうな傾向を生んでいるってところもあるのかもしれないしそれがもしかしたらこの日本社会の安全の背景にもあるかもしれないからあながちこう批判否定もできないんだけどでも例えばこの授業で、えーとまあ、考えたいと思っている今喫緊の社会問題とかを解決して少しでもいい社会を いい子を持っていこうよって話になった時この状況で社会なんて変わんのって誰も社会にコミットしてない状態でっていうちょっと悲観的な気持ちにもなってくるんですよねけどまあこうやって短絡的に言うと確かに、まあ、そこ比べる相手が間違ってるっていぐらい向こうの方がもしかしたらオープンで人にもフレンドリーなところがあるかもしれないけどよくよく解像度を一歩上げてみるとですね実は誰も何もしてないわけではない。 ね、で大事なのはこの「わけではなさ」っていうところにきちんとコミットしていってきっとあ重い荷物持ってる人がいるなって心のどっかでチクリとしてる人もいるわけやしそうじゃなくても実際声かける人もいるわけやしなんかそのあからさまに「こんにちは」とかみたいな挨拶をする市内の問題ではなくってこのまあこの日本社会特有の「わけではなさ」みたいなそこら辺を もうううちょっとと引き出していいくよななな仕掛けをを考えられかこ思んですね。例えば僕東京に来て最初は明治大学の生田キャンパスなので車で通勤してたんですね。生田キャンパスに行くのに最後僕は右折をしないと片側1車線でキャンパスに入れないんですけど、まあ、朝のラッシュ時なんてビュン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 車があって右折待ちしているとずらっとあっという間に僕の後ろには呪術つなぎの 渋滞が起こっていていでも待てど暮らせど車の列は止まらないと。わーっとクラクションこそ鳴らされないけどなんかこう早く行ってほしいという圧を感じているとですね必ず対向車で減速してでライトをパッシングして道譲ってくれる人が出てくるんですね。僕はここんなんなな関西でで経験したことないんですよあの道路交通法上は 右折待ちに道を譲らなければいけないなんて一行もなくってひたすら右折待ちしてる人が対向車線の安全を確認してから曲がりましょうっていうだけのことで僕はひたすら待つべき立場なんだけど必ず譲ってくれる人がいるとえこれは何なのと思ったねもちろん東京のドライバーが親切っていう部分も関西に比べるとあるのかもしれないんですがきっとえっと本来の提供すべきサービス つまりこの場合は道路環境っていうサービスですがそれが実際の交通量というニーズと比べた時に落ち着いてないんですよね明らかにニーズ型になっていて、えー、とサービス既存のサービスだけでは回らない状態が起こっているそうなった時人って考えるんだよねやっぱし今ここでそのサービスにただ乗っかってるんじゃなくって自分が頭考えてちょっと減速すれば滞っている状態が流れ出すっていう判断がおそらく 道を譲るるとうになっていると思うんですね言い換えるとなぜ僕らが動けなくなっているかっていうとこの社会があまりにも親切だからじゃないかなと思うんですね。で僕らは考えなくても回っていくエスカレーターが止まるわけでもないし大きな事故が起こるわけでもない電車はまあ人身事故とか痛ましいことがあって降りに触れ遅れることはあるけどでもまあ12時間のうちには復旧するみたいな、まあ、その日本社会あるいは日本人の 気質なのかそういう律儀さが結果的にこの社会に極めて親切なサービスをこう張り巡らしてくれていて、まあ、そのセーフティーネットなのかなのか分かりませんけどその上で僕らは自分たちが動かなくてもこの社会は回るようにできてるっていう状態にこう馴染みすぎちゃってるのかなという,う一面を思うんですね。でも例えば震災があったときに駆けつける人がいるようにこと何かあったときにやっぱ動く人考える人 判断できる人はいるわけじゃないですか。そういうところを、このわけではないってことに託したいなと思うんですね。今日も終わった後、あのご飯を予定してアフタートークするんですが、僕はもう毎週この水曜日には、まあ最近はちょっと控えてますが、楽しすぎて、飲みすぎて、だいたい寝ちゃうんですね。あの三鷹に住んでいるので、お茶の水を出たら、普通にまっすぐ行って降りればいいんですけど、気がつくと。 立川とか、ね、で意を決してあの上り乗り換えて今度こそうと思ったらなんか阿佐ヶ谷まで行ってるとかもう中央線をこの水曜日の夜は振り子のように動いてることが多いんですが、えー、何年か前あのその時見るに見かねた理工学部の学生が「先生今日は寝たらあかんで」と「もう座ると寝るから立っといてください」って言って彼は生田の方に住んでるので新宿で別れたんですよ。その日 えー、僕は分かったって言ってこう立ってたんですけど中野でガラッと人が降りたんですね見ると僕の前が開いたわけですよすごい誘惑がやってきたわけね先ほどの会の言葉を思い出しながらまあでもいいか今日は大丈夫やって座るとまあ2駅ほど行くか行かないかのうちにうとうとしてしまってはっと気がつくと見たかだったんですねお大丈夫やったと思って降りてですぐに彼に「ちゃんと降りたで、ね」って。 何を偉そうにメールしてんねんって感じなんですけどととうえっと思ったら眼鏡をかけてなくってですねえっということはさっきまで彼と一緒やったから電車の中やと思って振り返ってまた電車がいて慌てて飛び乗ったんですけど酔っ払って寝込んだとこやったから何両目かが分からなくてそうすると電車出てしまってえっ、ー、と武蔵境東小金井と行くんですけどでその間部はずっと車両の中を。 右往左往してるんですけど見つからないとそういえばなんか荻窪あたりで隣にすごいミニスカートの女の人が座ってきて僕うとうとしながらむっちゃもたれかかってたんですねでその度に「ごめんなさい」って言ってたの「そういうつもりじゃないんです」っ言ったら思い出して「あメガネじゃないミニスカートや」と思って最初は「メガネメガネって探してるんですけど「ミニスカートミニスカート」と思って探して「<laughs> 俺は何を探してんねん」と思いながら歩いてるとですね北分寺で 肩を叩かれたんですよ見るとみんなぐらいの世代のすごく爽やかな青年が僕の肩を叩いていてもしかして眼鏡探してませんって言ってくれるわけ「はい」って思わず言うよねそうするとその立て手をプーッと伸ばしていって刺した先にきちんと折りたたまれた眼鏡が窓枠に置いてあって振り返るとニコって笑われたんですもう神やと思いましたけど、まあ、そんなふうにおそらくこうやって ウロウロしてるるおおっさんがおるみたいな時に見るに見かねたその彼は一体何をあんなにオロオロしているんだろうと想像力をこんなチープな人間のために寄せていただいて咲いていただいてあっメガネやなっていうそういうことをしてくれたんですよね。まあ最後の話はちょっとしたまあくどかったけど笑い話に済ませていただけたらいいんですがそんなふうに。 きっと誰も何もしないわけではないっていうこのわけではなさがこのコードとして共有されてる約束ごとの中だけでは収まらないノイズ的な状況の時にそれをうやむやにせず今なんかノイズ自分キャッチしちゃってるっていうそれをそこに立ち止まることが実は大事なんちゃうかなと思うんですよねでそのキャッチできるノイズは多分人によって千差万別でそれぞれだと思うんですがみんなおし調べて同じノイズにこう応答しなきゃいけないってことじゃなくて 自分の中に小さちちくともともっているこういう小さなノイズに対する感性を培うことがやっぱりいきなり社会なんて変わらないからねガラッとなってささやかながらも次に一歩踏み出していく上で動きたいけど動けない人が動けるようになるためにも大事なことじゃないかなということを改めて前回の屋台の話なんかを聞きながら思ったんです。でちょっとと長々となりましたが 今日あの古谷さんと共にこう考えてみたいと思っている民芸ってものもまさしくノイズ的なものをこう,うやむやにせずっていうか当時の社会でノイズ扱いされてたものあるいは現代においてもそうかもしれないけどともすると価値がながなないい意味雑音んかそういう扱いをされかねないこう一般的な常識的な価値づけの中では評価がしようがないとされてるけどでも自分は何か気になる。 っていうそこにこう目を向けていくそこに一歩、えー、踏み出していく手を差し伸べていくっていう振る舞いを促すものでもあるんじゃないかなっていうのが「民藝という美学」というタイトルとともに、まあ、美学なんて気取ったタイトルつけましたけど考えてみたいなと思っているところです。まあ、もちろんははこの後ご説明いいただけるるようにあるいは 前にも開催中の展覧会のパンフレットを置いてますけど、まあ、そういう形で示されるような、まあ、古き手仕事の道具たちっていうのがひとまずはこうそれを体現するものとしてあるんだけど果たしてそこだけかっていうそれに尽きないものもあるんじゃないかっていうことを駒場を飛び出してきた古谷真由美さんとともになんちゃってアウト・オブ・民ンじゃないけどアウト・オブじゃないね。民ははそれだけじゃないよってところまで今日は ちょっと走れたら良いなと思っている次第です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとじゃあ、免許をか、勉強、はい。じゃ、あ次古谷さ、うんからお願いします、はい。ちょっと今の話、このままずっと聞いていたらいいんじゃないかと。いや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 、もうぐらいです。ちょっと調子こい、なかなかったすいませんで。はい、いえいえ,い,い,えい,いえ。とりあえず、私はあの、古谷さんの一駅先の武蔵境に住んでるので。今日は、あの、三鷹で降ろさなきゃっていう。その。<laughs> えっと、これでいいのかなこれで今共有。あれまだできてない。できてない。っとね、やろうか。あ、すいません。うん、これで、っこっちに、え、ここで、これをす。う,すうん。これでいけてますあ。はい、ありがとうございます。はい、はい、は,は,はい、はい。えっと、 いや「民芸という美学」なんてそんなタイトルだった準備しながらこのちょっとタイトルが重すぎて最初も,もう少し大きく書いてたんですけどちょっともう小さくしようと思って、うん、<laughs> あのしました、はいえっと。でもこんなタイトルがついてますけど、はい、今日はあの民芸とは何かということを長々とここでそれだけを説明するつもりは全くなくって。うんうんえー でそういう趣旨で声をかけてもらったんでもないというふうに私は勝手に認識してます。はいはい、だからもしあの民芸っていう美学だけを学びに来たって思っている方がいたら申し訳ないですけどまあでもそこから派生してくれるか。とはいえあの皆さんが民芸を主軸に今まで、うん、あの来たわけでもないだろうし。うんうん えっと、そもそも、えっと、民芸って何って今あのこの話で思ってる方もいると思うので、うんまあ、いずれ倉田さんがねあの民芸っていう講座を明治大学で対抗してくれると思うので<れ><笑><笑>ぜひ <laughs> はい それはしていただいて最初にちょっとあの私の方から民芸って何っていうのを簡単に説明をしてその後対、はい、話でね、はいあのまあ、私の個人的になんで民芸に関心を持ったのかっていうような話を事例としてちょっと話をしながら、うん、あの今関心を持っているようなことについてお話できたらなと思っています。は、うん、はいいいお願いします、はいこれは どうやったら進むんだ。ほんとね。ごめん。今、こっちに行っちゃった。ここで、ごめん。音が出てる。こ、うんうん、れでいけると。 はい、これが日本民芸館です。はいはい、えっと民芸館に行ったことがあります。っていう方、どのくらいいらっしゃいますか？あ,かあ、結構いらっしゃいますね。いいね嬉しいです。はい、あ、そうですか。えっ、ー、と、うん、まあ、えー、向こう側が、えー、あの外の入り口ですね。うん、で、えっ、ー、とこちら側が2階の回廊で私が好きな空間です。はいはい、こういう漆喰の外観。なんです ですね、そうとかく、まあ、美術館っていうのは冷、うん、ややかな空間になってしまうので親しく温かい場所にしたいっていう柳宗悦の意図があって、うん、で建てられた空間で美術館としてはあるまじき自然光がさん入ってくるし、うん、あのまあ えっと、そうです。自然の素材がふんだんに使われていて、ま表示とかあの靴紐が貼られていたりとかっていう空間になっています。ね、靴脱ぐしね。あ、そうですね。ちょっとお家に入るみたいな。そうですね。あれ結構重要ですよね。なんかコロナの期間はあの靴スリッパっていうのがやっぱりちょっとあの使えなかったのでシューズカバーにしたんですけど、やっぱり何かがちょっと欠けてるっていうか。やっぱり土足で踏み込むっていう言い方があるけど、比的に。 やっぱそう,、ね、そうなると、心もちょっとすさむというかね。そう、そうですよね。ねう,んうん、うん。まあ、さん、ね、が人間が言うのも何なんなん。 それで、えー、とじゃあその民芸館を作ったのは柳宗悦っていう人ですけれども、はいうん、柳宗悦がどういう流れで民芸館を作るようになったのかっていうのを、まあ、ちょっと簡単にお話しすると、うん、まあよくあの取り上げられるのは雑誌「白樺」で、はい、柳宗悦はその雑誌「白樺」っていうのを最年少21歳でまだ、えー、と学習院の高等科にいる間に、うん、最年少で参加するんですけれども、うんまあ、みんなぐらいの年齢の時ってことですよ、ねうん あの聞いたことある武者公二やつとか志、まあ、賀直哉とか、うん、詩人の高村光太郎という人たちが、はい、まあこちらであの自分たちの作品を発表する場でもあったし、うん、あのそれと同時にあの西洋の美術とか音楽とか、ね、哲学とか、うん、まあいろんな幅広いことをここで紹介をしていて、うんでまあ、後に民芸運動に参加する人たちも、うん、実は白樺の熱心な愛読者だったっていう人たちが結構いて。うん そういういメディアからですね有名なの宗像、ね、志功さんが、うん、あの自分はゴッホになるんだって言って青、はい、森から上京した時にそのゴッホになるっていうあのその作品を目にしたのは白樺の図版で掲載されていたひまわりの,あの絵を見て、うん、自分はまあこの人になるって言って、うん、上京したっていうのが有名な話ですけど、うん、まあそういう雑誌で。 でこっちにあの紹介したのは、うん、前に倉田さんもどこかで紹介されたと思うんですけど白樺のメンバーで創刊、えー、10周年ぐらいそですね10周年でみんなが集まって写真撮ってる、うん、あの写真でバー、うん、ナード・リーチとか、うん、メンバーが集って撮,撮られてますけどで、まあ、このメンバーで。 まあ、そこに出てる写真が「ロダン号」ってなってますけどロダンもあのいろんなあの画家の中でロダンっていうのも特集をして、はいうん、でそのロダンまだ存命中なので,、うんでまあ、こんな雑誌を自分たちは作りましたっていうのでロダンに実際に雑誌を送ったところ、うんまあ、すごく彼は喜んでくれて、うん、であの、まあ、自分の作品をなんとなんかちょっと考えられないですけど。ねうん その知らなかったこともない日本の若者たちに送ってくれたんですよね。でまあそのロダンの作品を柳宗悦はまあ持っていて。うんうん であの書斎に飾ってたんですけど、はい、それを見せてもらいたいということで、うん、浅川紀隆さんという方が、はい、この方はまあ朝鮮半島で学校の先生とかしてたんですけど彫刻家を目指していて、うんでまあ、貴重なロダンの作品をぜひ見せてほしいって言って、うん、当時あの柳宗義は千葉県の我孫子市に住んでたんですけど、はいうん、その我孫子に手土産を持って訪ねて そここまでになる前だよね。そうですね。もうちょっと前です。はい、そうですね。で、その手土産の一つに、あの朝鮮の陶磁器の一つが、そこに映ってるもんなんかも。有名に、最近なっているような、気がしますけど。はい。あの、今回の世田谷美術館にも出ている。出てないか。出てないですね。ちょっと文脈が違う展覧会だから。なるほど、なるほど。前の民芸の百年展には。うん、うん。近代美術館。のやつねそうですね。はい。 でこれを持ってあの大きさは実際どれぐらいのものですか。五センチ。うんうんうん。はい。まあ実はでもこれはあの上の部分があの、うん、取られていて、本当は氷炭型したあのものなんですけど、うんうん、えっとそのまシミなんかも出ていて、うんうん、で多分朝鮮であの。 日常で味噌とか醤油を入れていたんじゃないかっていう風に専門の方からおっしゃってましたけど、うん、まあそういうのをお持ちしてでそれに柳宗悦はもう心を動かされてとらわれてしまうんですね、うん、この美しさに、うん、それでまずその雑誌であの、まあ、芸術家とかのね作品を紹介していたけれども、うん、こういう,こう日常の中に<う>あの、ね、美しさがあるんだっていうことに開眼をしていく25歳ぐらい えとそれでえっと,それで、えー、とあのまあ浅川紀高さんっていうのは弟の,、うん、あの浅川匠さんっていう方もいて、うん、でその彼は朝鮮半島に住んでいたりして、うん、ただなんかこれいいねって心を 捉えられただけではなくて、やっぱりその向こう側に人も見ていて、実際にやっぱりその場所に行って、で自分の目であの確かめるっていうことをして、あの今みたいに飛行機でビュイッと簡単にソウルに行けちゃうようなそんな時代じゃない。そうですね。自分の席からまずプサンに入って、そこからあの上がっていくっていうようなあのそういう時代ですけれども、あのいち早く朝鮮半島にあ訪れて、まあ何度もあの訪れて、でそこで あのいろいろ調査したりとか収集したりとかっていうことを重ねていくマスワークは軽い人だったんですかねいやもうめちゃめちゃ軽いと思いますね、うん、すぐまあ反射的に動く行、ね、かなきゃと思っちゃうみたいな、ね、あのこうと思ったらもう次に動いてからしまう,うそのしかもその行動がやっぱりこう深いんですよねううこうと思った時にちょっと行ってみようじゃなくだって考えによってはね、はい、まあすでに当時も あのいわゆる骨董屋さんみたいなものとかあっただろうからものだけに引かれてたらそれを集める方で、まあ、もしかしたら日本でも入手できたり資料会社で持ってきてもらうこともできたかもしれないけどうん、うん、行くっていうのはまたちょっと違うベクトルというかう、ね、モチベーションがあったんだろうなと。<laughs> やっぱりそ,のそういうものを生み出す民族、朝鮮民族の、うん、朝鮮の人たちっていうのも素晴らしいんだっていう、うん、そのやっぱ人を称えるっていうことをしていて、でまあ、当時、この年代を見るともう分かると思うんですけど、うんあの、日本が植民地化していて、うん、植民政策を進めているような状態で、うんでまあ、そういうことに対してもはっきりとノーという意見を言だからそれこそ世間では 自分たちが上に立つっていうか日本社会の方がね支配する側いわゆる宗主国で支配されている側なので、まあ、文化的にも低く扱われる先ほどのコードノイズの話でいうとノイズ的に扱われかねないような文化圏でもあったってことですよね。うん、でまあやっぱりそのこういう美しさっていうのを、うん、柳宗悦も見出しましたけど朝鮮の人 自分たちも自分たちの生活の中にある美しさとか、うん、それから自分たちがそんなこう美しいものを生み出しているんだっていうに自覚っていうのはないんですよね。もちろんその 日本に統治されてるっていうのもあって、うん、こんなものはこうなくしてしまえっていうような時代なので,、うん、でそれをやっぱりこう朝鮮の人々にも絶対に伝えたいっていう、うん、知らしめたいっていう思いもあって、うん、えと今ソウルにキョンボックンっていうね真ん中に、はい、あの普及がありますけどその中にある集計堂というところに、うん、あの朝鮮民族美術館っていうのを使ったはい作っちゃうちょうどんで そうあとで,で,でちょっとちらっと紹介しますけど、うん、ちょうど100年なので、ね、えと次回の展覧会でそれも特集しますけど、うん、あのそうなんですよねそういうのを作って。 だからそのアビコに移住したのもそうだと思うんですけど、やっぱ動く人だったんだなっていうのを今話聞きながら思いました。いやそうですね。でこの次にこう出てくるこのもう地蔵菩薩像の六時器物もそうなんですけど、はいうん、でまあちょうど同時期なんですけれども、うん、まあそのそうやってこう。 朝鮮のものも海岸した時に、うん、あの山梨に朝鮮当時の収集家がいるっていうふうに聞いて、うん、まあ小宮山さんっていうところで、うん、その小宮山さんのうちにその収集品を見せてもらいたいっていうので訪ねていくんですけれども、うん、その時に暗がりにあったのがこの木次器物で。 で今でこそその目的って、うん、多分民芸館に問い合わせがある中で一番人気なんですよ。うん、目物見られまという問い合わせが一番人気なぐらい研究会も開かれたりとか、うん、目的だけで展覧会も何回もされているようなものですけど、うん、当時は全く知られていなくってそ,で、ね、でそれをこう目に留めて、うん、でこれは。 美これなんだっていうので,、うん、で今度この目次記物も調査をするんですよ、ねうん、なんか今聞きながら思ってけどか動くのと立ち止まるっていうかねそのいいってものが見つかったときにもう名のなるものであろうがか名がないとかそんなこと関係なくもうキャッチしちゃうん でしょうそうですね。うん、でもうこうと思ったら、うん、もう迷いは全くそこになくって、うん、行動あるのみっていう、うん、で人を動かす力もすごい若い時からあるので、うん、まあだって最年少で雑誌の編集長してるわける、ね、そうですね。すねうん、ち,ちっともあの皆さんについてきますっていう感じでは全くなくって、うん、あの編集長をやるってい,、うん、いうぐらいのこう。あの 顔でこの目的を求めて全国をこ、はい、また動き出すんでその足跡をしかもあのいい写真家を連れて、うん、ちゃんとこう写真家に撮らせて写真を収めてそ,このその時だってフィルムなんてないですから、うん、写真看板にっていうのにこう撮っていって。うん ちゃんと調査報告をするつもりで単に自分の趣味ではなくて。きちんと調査を重ねてそれを調査した本も作ってますけれどもそれいですねそうやって全国を旅をする過程で出会ったのがその各日本の地域地域に根ざしている生活の中にある。 訪れた先々の一般の方々のお家の中をちょっと覗き込むと何これまた美しいものたちがっていうこと,ったってこと、ね、そうですね。当時、まあ、京都に住んでいた時代があって、はい、で京都の朝市なんかではこういうものを、うんまあ、売ってもいるんですけれども童、うん、市みたいなところで、うんうん、もう全然目に止まらないなんあの台の下に埃かぶってあるような、はい、そういう状態だったものを、うん、こうなんかあの。 何これいいねって言って見出していて、うん、でそのおばさんたちって売ってるおばさんたちってこういうものをゲテモノゲテモノって呼んでいてゲテモノの美なんで上手のものに反対でゲテモノっていうふうに呼んでいてゲテモノでもいいんだけれどもやっぱり世の中にこういう新しい価値観を提示するのに何かもっとふさわしい言葉があるんじゃないかっていうので作られたのがまあ民衆的工芸を略して。 うん、それこそね僕あのパリも結構その飲みの市っていうかねクリニャンクールが有名ですけどあのいくつかそうやって定期的に古道具市みたいなのが行われてるんですが行くと本当にもうなんか夜逃げしてきたお家の残ったものをごそっと持ってきたような全然分類もされてないしあるんだけど、まあ、そこまでかどうかわかんないけどおそらく「下手者」と言われてた者たちの扱いは 普段感じはね、やっぱちゃんと。ね、札がついて、ガラスケースに入ってとかではなく。全然。バサッみたいな。そうですね。え、これ買うの、みたいな。もっとしたはそれを素通りするんだけど。何これ、立ち止まっちゃったと。そうですね。すごい楽しかったと思いましたから、それいと思う。 キャッキャキャッキャ言ってた。いやいやそうみたいですね。はいはいそれでえっとまあそういうのをこたただ自分のこう欲求を満たすためとかあの所有欲でやっていたわけでは決してなくてまあそういうものをやっぱりこうみんなに見せて新しい価値観を提示して社会に訴えたいっていうことでえっと美術館の設立を構想します。共有する場でもあり守っていく場でもあるみたいな。そうですねはいそれでえっと日本民芸美術館設立推奨 っていうのが1926年4月に出されました。これよくできてるよね。数年、はいね、計画とか、単独プランされてて。そうですね。すねなんか思わずくすっとするのが、振り込み先までちゃんと。まあ、要は自分たちだけの資金ではできないから、こう人を集い、はい、さらには。 資金を集いっていう今でいうクラファーみたいなことを、ね、ああそうですね、やろうとしたんだろうなと思います。そうだと思います。うん、まあそれでえっ、ー、とまあねそんなにでもうまいこと行かず、うん、そんなにすぐにあの、うん、美術館が建てられたわけではないんですけれども、うん、ちょっと京都時代は、うん、でえっ、ー、と今プラシキにある大原美術館の大原まごさぶろさんという方がはい、はい、まあ莫大なあの寄付をしてくださって、うん、でまあ他にもたくさんの支援者が で,、うん、であの民芸館の設立っていうのが1935年に始まって、うん、これが今建設中の日本民芸館ですけれども立つことになりますでちょっと駆け足ですけどいここであの建てられてあのそれまでにその,その間もただ単に建て,建てられないねって言ってたわけではなくて、うん、全国をあの旅したりしてて。あのうん 調査主催とか、はい、活動はずっと続けていて、うん、でこの建てられた日本民芸館の中で、うん、まあこういう展覧会を通して、うん、新しい美をあの世の中に提示するっていうことをしていますね。三十六年ってことは四十七歳？はい、そうですね、四十七歳の時です。ああ、五十になる前にそこまでもう駆け抜けるように、はい、ああそうですね。すごいよね<ー>考えたらやってるとか。うんうんうん でえーとまあ、展示もそうですけれども、うん、著作物っていうのもたくさん出していて、うん、で中でもまあ雑誌工芸っていうのがやっぱりとても、はい、まあこれ自体もねあの工芸品を、ね。僕は明治大学に来てまず何をやったかというと雑誌工芸を探すすことだったんですよ。えー、そしたら明治大学の中央図書館にあるのが分かったんですね。うん、でもも聞くと、と。誰も借りてないと、うんで あの図書っっててででできるんんすすかって聞いたんですよつまり名題には生田と泉とねそれぞれキャンパスに図書館があるから「生田の図書館に移管できますか?」って聞いたら「あできます」って言うから「生田に移すしで生田も最初初子だったんですけどあの研究室に入りかってできるんですか?あ」できます」って言うから120冊<ジ>。約 <laughs> <laughs> で いいですね、もうほんと素晴らしくって一冊一冊あのまあ何て言うのかな布張りというかあるいは和紙の装丁だったりあるいは漆絵っていう手書きだったりとか。 あのーまあ、これも一つの工芸っていうこと、ね、ですね、はい、雑誌であって。はい中のレイアウトとかも恵みとかもすべてなんかいろいろ試行錯誤もしながらあの作られてる本当に美しい本ですけど、まあ、その中の文章ももちろんその民芸っていうのに関わることをこうあの皆さんに伝えるための媒体になっています。ここういうういとでこうもう一つあの、うん 大切なところにまあ、終焉へのまなざしって書いたんですけど、あの、えー、まず沖縄ですよね。うん、で、当時も今はね。みんな沖縄行ったとか言うとえー、いいなっていうような。うん、みんなの憧れというか、うん、行きたい場所の一つだと思うんですけれども、うんうん、あの当時ってやっぱりこう。 もう遅れた土地っていうか、うねうん、未開の土地、なんかね、うん、あのそういうこう評価されるような場所に。全然なかったところに、千九百三十八年に最初に、柳宗悦たちはまあ民芸協会っていう、あの主催で。うん、すごいグループで、沖縄に行って。そうですね、調査旅行に行って。うん、で、えー、もうすごい興奮したと思うんですよ。うん、到着するなり目にするもの。もう、た、工芸品だけではなくて、うん、まあ気候もそうだし。 踊りとか食べ物とか自然とかも全部にいちいち感動して「うんでまあ、琉球の富」っていうすごい文章を表すんですけれどもそこでもうあの、まあ、ただその何て言うんでしょうものだけではなくって言葉についても目を向けていて。うんうん、方言のねそうです、ね<分> でえー、その時に国とそれから沖縄県もあの主導して国語で標準語を使うようにっていうふうなあの指導がされていたんですけれどもそれにはっきりとノーと言ってでも,もちろんその、ね、みんなとこうコミュニケーションを取るために標準語っていうのは必要ではあるだろうけれども方言も大事だよねっていうそこを失わないようにするのはとても大事だよねっていうことをあのはっきりと言って新聞史上で論争になったりとか。 もしています、ねはい、これでもねほんと東京の人には実感がないかもしれないけど地方の人によっては特に鉛のきついところにとってはある意味切実な問題でもあったのかもしれないねその言葉そのものが下げすみの対象になったりとかあの実はこの週末あのうちの研究室をはじめとして大学院であの福島県の会津の方にねリサーチ行ったんですがそこに一つだけ昔からの,あの廃校になったけど建物が残されているところがあってかつての教室の風景 あの勉強の仕方っていうのがあったり卒業制作の中版画とかが貼ってあったりの中にあの守るべき三か条みたいなのがまず入った玄関先に掲げられてるんですがその第1番目が標準語を話そうってて書いてある。そうですかあの学校に、うん、気が付かなかった。うん、そう、クイマルションね。ね<ー>まあ、あのー… 頭ごなしに、えっと合図りがダメって決めつけたわけではないかもしれない。いわゆるズーズー弁ですよね。まあそういうのもちょっと失礼かもしれないけど、すごくりのきついエリアではあるんですが、でもそれを掲げるところに教育の意味もあったんだろうなというのに今更ながら気がつかされたんですけど、うん この当時の沖縄も一方ではそういう現実もね。そうですね。うん、だから、かそのね、あの標準語を話してはいけないということでも,、うん、もちろん全くないんだけれども。うん、あの言葉にはやっぱりいろんなものが現れるので、うん、その、あの柳宗悦だからものだけを見ていたわけじゃないっていうことですよね。はい。そう、でもう一つは、やっぱりこの愛の、え、まなざしっていうのがあって。うんはい、で、えっ、ー、と、まあ、愛の今でもね、これはあの差別が続いていて。うんうん 考えななけけけれればいいい問題だと思いますけれども当時はもっとその博覧会で、はい、アイヌの人たち実際にねあのその生活の様子を展示して、うん、あのみんなで見るみたいなそういう展示がされたような過去もありますけど、はい、そういう,こう存在だったアイヌに対してアイヌの工芸品に対して本当にものすごくたたて、て、うん、初めて 美っていう美しさっていう観点で、うん、民芸館で展覧会を開いていてます、はい、民族資料とかそういうことではなくて,、ね、なくてそうですね、うん、はいでえっ、ー、とまあ,あのこういうことを知っていたんですけど、うん、それでまあ生涯をかけて、うん、なぜこうしたじゃあ日常の器物にこういうふうな美しさが宿るのだろうかっていうことをまあ生涯かけて考え続けていた人だと思います。 でまあ、そ,れあのそういうものを見ていると、まあ、使うために、うん、要目的として作られたものであるっていうこと、うん、それから、まあ、自然の素材の持つ力っていうものを生かしたもの,、うん、の自然っていうのもあるしその自念っていうこともあると思うんですけれども。 自ずからそのようになるっていうですね生まれてくる美み,、ねね、みたいなもちろん自然なのでその制約っていうものもあって人間のものにものは作れるわけではないので、うん、制約っていうのもあるけど、まあ、それがあのよいいように作用しているっていうこととか、うん、まあそれからその地域や特性の生活に合ったものがやっぱりそ,のそこで使うために使われて作られているのでそこの生活に合ったものであるとか。うん でまあ、数多く繰り返し作られているっていうそれはあの繰り返し作っていることでだんだんこう、うん、なんか何も考えてなくてもものが作れるような状態になるっていう、うんうん、そういうようなことで。 ただ単に数多く作ればいいっていうことでもなくそこに至っているものっていうのとか、はい、で突発的になんかこんな感じで作ったらいいんじゃないみたいな感じで、うん、生まれたようなものではないっていう、うんまあ、伝統に根ざしてると言ってもいいんですけれども、うんでまあ、こういうような特性があるなっていうのを自分が収集したものをじっくり見ることで、うん、あの感じ取っていって、うん、でそういうのを、まあ「他力の美」とか「健康の美」とか「平常の美」っていうようなふうに呼んでいます。うんはい やったりきっていうのが出てくるところはもともと柳さんっていうのはその哲学中でも宗教哲学っていうところに軸足が出発点にあったと思うんですけどあ今も書いてくださってるけどそうですね、はいうん、だから宗教的なその普遍の原理みたいなのと美しさっていうのが生まれる原理っていうのはまあ一緒なんじゃないかっていうところでその美の訪問っていうふうにあの。はい 本も書いてるんですけれどもうん、うん、目指すところは美の浄土であるっていうような、そういう流れですね。うん、それも信念みたいなものがやっぱあったん、ね、そうですね。っずっとそれは変わらずあったと思うんですよね。それはあの1958年4月4日の病床にて<う>書いた文章で、どうしたら誰もが美しいものを作ることができるか。うん またどうしたら誰もが美しいものと一緒に暮らせるようになれるのかっていう、うん、そういう言葉をあの書いていて、うん、まあそれ本当にあの病に防いってもそういうことを考え続けていたっていう、うん、それはもう一貫してだと思いますね,ねしかもそこでいう美しいものっていうのは例えばすごく高価なもので限られた人だけが。 こう入手できるようなものじゃなくて、まあここでも誰もがっていうところの、そこが大事ですよね。いうことだよね。別に贅沢品ではなく、うん、日々の生活の中で当たり前のようにっていうことなんだ、ねそ。そうですね。はい。もうすっごい書き足ですけど、いやいや <laughs>、これ本当にもう柳先生には申し訳ないけど、これマイフみたいないやいやいやまあぜひ興味を持った人は今日本当断片的なところをね、ピックアップしてあのご紹介書け抜けてしてくれてるんだけど。えー あのー、ちょっとその手の手本を紐解いていただけそうですねいす、はい、ぜひそれは1冊ぐらいは読んでもらえるといいなと思いますけど、うん、まあそれで、まあ、あのずっとこう運動体が100年も続いているというのは珍しいなと思うんですけど、はい、それでそ最近の,あの展覧会を紹介すると、うん、東京国立近代美術館で開かれた「民っの100年」っていうのも、はい、すごい話題になったです、ね、そうですね。うん 金比が初めて民芸そうです、国立でやっぱりうんやるっていうのがまああの余談ですけどその柳木ニが民芸をつめてまずは民芸館を開く前ですけどあの。えーと 国立に「あのうん、どうですか?」ってで、あの民芸っていう部屋を一室作るっていうのはどうですか?」ってし、うん、ったらもう自分が収集したものをもう無償で全部差し上げますと、うんであの「民芸室っていうのを作りませんか?」って言って、うん、全く何の返事もなかったんですよね、うん、相手にされなかった、うん、でそういうようなこともあって。 であのまあ、私たちは今相手にしてくれなくて本当良かったって思っちゃうんですけど <laughs> 民芸館がそれだからできたので、ねあ,ねね、あそこの場はやっぱり大事なので良、うん、かったなと思いますけど、うんまあ、そういうこともそういう過去もあるので、うんあのね、やっぱり国立の美術館で展覧会が開かれたっていうのは画期的だったかもしれないですね。うんうん、であとちょうど今巡巡回回展展で民芸展が巡回していて、はい 最初大阪の中之島美術館で開催されましたけどうん、うん、ちょうどあの東京の世田谷美術館で開催していてあの今先生が、はい、日前に散らして、はい、置いてくれてますけど、はい、まあこれはどちらかというとなその暮らしの中の美みたいなところをこうフューチャーしている展覧会なので、うん、皆さんにも多分見やすいと思うので,うで、ねはい、よかったらというか必ずと言っていただきたいと思います。うんうん それからその隣に、えー、とさっきあのちょっといましたけど、はいまあ、朝鮮民族美術館はあの終戦で1945年にあの閉館してしまうんですけれども、うん、まあ一応あの創設してから100年ということで記念の,の展覧会を、うん 次回開きますのそうですねこれはの展覧会ですそれから海外の展覧会でいろいろと関連する展覧会って最近開かれて実はいるんですけれども一番ちょっと大きめなのでロンドンのウィリアム・モリス・ギャラリーというところで「アート・ウィズ・アウト・ヒーローズ」っていう展覧会が今開催されていてウィリアム・モリス・ギャラリーっていうとんか海外ではよく柳日本の民芸運動っていうのはウィリアム・モリスのこう。 ハ、ね、ーズクラフトをこうなぞってるっていうか、うん、その影響を受けてそれの日本版でしょみたいな理解が、うん、海外でも一定数そういう理解をしている人がいるんですけれども、うん、この,あの担当の学芸員さんはウィ、うん、リアム・モリスと柳宗義の違いっていうのをきちんと認識されていて、うん、でそこにもちゃんとこう注目をしているというかでその上でかなりこうフラットに。うんあの 展示をされていていちょっと私はあの見れてないので何ともあれなんですけどそれこそ僕が民芸に関心グッと入っていったのって今から20年ぐらい前なんですけどちょうどその頃2005年ぐらいかなあのロンドンの V&A で、えっと、インターナショナルアーツクラフトでしたっけ結構大規模なアーツクラフトの展覧会やってあの最後がも僕も行けなかったんですけどあこうやって取り上げられるんだと思ったのをすごく覚えてますが今は逆に 単なる延長戦ではなく、そ,ね、その違いにまで注目が海外でも集まってるって、ねはいそ,ねはい、その上で民芸って何だろうっていう展示をしていて、うんうん、しかもその現代まで続くっていう現代の作り手さんで民芸をえのに影響を受けてるアーティストなんかの作品も展示していて、割とこう、うん、広いあの捉え方をしている展覧会ですね。うんうん、いろんなレベルで取り上げられているってことですよね。ねまああの拠点となる日本民芸館は当然としても。 ええ、まあ、国の機関だったり、まあ、一般向けの分かりやすい展覧会が全国巡回したり、さらには海外でも。そうなんですよね。すごい広がりがあり、ね。なんなんでしょうね。ね。ねうん、たは尽きないのか。<laughs> いや、尽きないと思 <laughs> きない、ね、うの、ん。で、それであの、今、森、ここにちょっとチラシもないですけど、あの。うん、森美術館ではアフロミンゲーなっていう,う、ね、展覧会がされたりとかもしていて。うんうん、で、まあ、ちょっともう進みますね。す、はいません。はい、すみません。で、いやいや、えっ、ー、と。 私のちょっと話になると、うん、あのじゃあここのこの民芸館でどんな仕事をしているかっていうとうん、うん、でこれまで担当した展覧会をちょっとそこに挙げてみましたけれども主に染色関係の展覧会を担当していて、うん、であとは、えー、と日本民芸館展っていう、はい、今の作り手さんたちが、うんえー、応募であの皆さん応募してでそこで民芸館で審査をして、うんえー、入選と落 純入選と落選とと落決めて、うん、それで入選と準入選に入ったものは民芸館で展示販売するっていう今とつながっている唯一の展覧会ですけど、ね、そうですね、うん、毎年やってるんですけど、うん、それを担当していたり、うん、あとはまあ海外展っていうのもあの担当していてはい、はい、で、えー、今度2026年になると思うんですけれども、うん、スウェーデンストックホルムのナショナルギャラリーで。うん えー、今度は浜田庄司とヴィルヘルム高芸っていう2人の陶芸家をフューチャーした展覧会を準備しているところです。うん、あとは今年の秋に、うん、そこに一番下に書きましたけどこの染色、はい、あるいはそれこそ先ほどもご紹介くださった沖縄アイヌみたいなことが。はい 古谷さんの担当になったのはやっぱり古谷さん自身の関心もそうですねはいまあ染色はその染色担当の人が抜けてそれでまあ私がやることになったんですけれどもアイヌとかその主演のっていうのはそうですね自分の関心事項でもあってまあ特にそのアイヌに関しては展覧会をした時にものすごいこう若い人たちがいっぱい来てくれてすごく人気だったんですけどその時にあのその きっとファッションに興味があるだろうなっていう感じのファッションに興味があるだろうなっていう方たちがたくさん来ていてそれであのそういう人たちがかっこいいって言ってアイヌのいう模様とかってことやねいてでたまたま私アイヌの人と一緒に展覧会をちょっとこうあの展覧会場を歩いていた時にそのかっこいいって言ってる人たちの現場に居合わせてそうしたらそのアイヌの人が自分たちがこの。 ものをかっこいいって言って見ているのを初めて見たって言ってたんですよ、うん、でなんかあこういうことのために展覧会って開くんだなって私なんか実感した瞬間で、うん、なんかわからないですけどその人たちはあのかっこいいとか 見てくれた若い人たちはアイヌの引き出しっていうのが自分の中にきっとできてなんかこう別にずっと関心を持ち続けていなくても何かっていう時にアイヌを差別することはないんじゃないかなっていうなくなってほしいなっていう思いがあってこういうものの感動を通して人への関心っていうか理解に共感につながっていくっていうなんかそういう瞬間を見れた気がして。 展覧会の意味ってあるんだなってこういうところにあるんだなって見、うん、感しました、うん、またあれですよねきっと知識や情報でいいという判断をしてるんじゃなくてすごく素直な実感なんですよねで、それって多分柳がその下手者がキャッキャキャッキ,キャ言ったの感覚ともちろんレベルは違うかもしれないけどどこか通じるものそうですねで。自分の心にかなったものになおになるっていうか 今、若者の見方ってとてもいいですね。何にもう偏がなくて。そ皆さんですよ。本当に。ていうので、本当にもう駆けやすいで申し訳ないけど、こんな民間の世界になって、本当に何なのか答え。 そもそものきっかけは多分ね倉田さんとその入り方っていうのは似てるなって思うんですけど時期が違いますけど私中学校1年生の時に忘れもしない清水先生っていう理科の先生の授業で最初にもう授業の冒頭で「地球は滅亡しますよ」っていうふになったんですよ。そう清水先生。それでマロみたいな顔してたんですけど それでこんな地球の、ね、温暖化が進んでいて、うん、でこのまま私が中学校1年生なんでだいぶ前ですよ、うん、今のつい、ね、先の話じゃなくてだいぶ前なんですけどオ、うん、ゾン層も破壊されこのまま皆さんがこういう生活を続けていたら地球は滅亡しますっていうような話だったんですよ。2> 2年生でですすねそそうなんですよ、ねうん、私本当にそれは困困るるととっ 子供も孫も、うん、みんな幸せに、うん。まだ子供も孫もいない。<laughs> まだいないです。中学一年生ですから <laughs> そ<う>。そんなの困るし。うん、そんなどんどん気温もね、上がりますよって、その時に言ってて。それも嫌だと。私、うん、暑いの嫌な人。<laughs> すごい衝撃で。<laughs> うん、それで、あの、まあ、地球環境っていうのに、ものすごく関心を持つようになったんですよね。それで、まあ、でも一年、中学校一年生でやれることなんて限られていて、うん、調べられることもすごく限られてるんだけれども。うん、なんか、その中で。 あのグリーンコンシューマーっていう言葉を知って自分がこう例えば買ったものが、うん、これが廃棄されて、うん、な,んかなくなるその最後まで、うん、ちゃんとこう考えてものを買うっていう、うん、グリーンコンシューマーっていうのがあってできる範囲でそうなろうとか、うん、グリーンコンシューマーになろうとか。うんうん あのーうん、そうですなんかプラス袋は今ね袋有料化されてますけど、うん、その時から「袋はいりません」とか<ー>なんかそういう本当にもうビビったること <laughs> そうですねやっていたのがまあ中学校1年生で、うん、そういう中でもものと人と自然とっていう関わりみたいなのはずっと興味があったんですよね。うん でもそのまま突き進んでいけばきっと良かったんですけどそんな続いてるわけずっと関心は持ってましたけど高校生の前半なんかは私英語がすごく好きだったんですねで英語ばっかり勉強していてそれで英語を喋れるようになりたいでもただ単にジャパニーズ・イングリッシュは嫌だからネイティブみたいに喋れてネイティブになりたいっていうのでものすごいかぶれてたんですよ私アメリカに。 そういう時期がありましてし、一年半くらいなんだろう、なんかもうだからモツモのその当時はソニープラザだったけど、アメリカのね輸入の雑貨とかみんな知らんでやるそう、多分知らないね。プラって言うんだよ。そうソニープラね。そういうところに行ってアメリカの輸入の雑貨がたくさん売っているようなあのカラフルなね雑貨とかが売っているようなところだけれども、そういうところに行ってあのもうメイドイン USA のものばっかり身につけて、もうがっつり。 かれてたんで,すでもやっぱりそれは根っこに自分の中にないので、うん、それがそうしてる自分にちょっと違和感を感じるようになって。 それからなんかでも海外に目を向いていたので、うん、その異文化とかっていう、はい、まあその当時異文化コミュニケーションとかは結構流行っていたな、ね、っていうこともあって、うん、まあ、日本の景気もね比較的良くなっていきつつある時とか、円、ね、も高くなりそうそうなんですよね。うん、海外の情報もいっぱい入ってきていて、うんうん、でそういう時にそのまあ日本の文化も 海外の文化も、まあ、そのまままるっと受け入れるっていうか,、うん、なんかそういうことに関心を深めていったんですよね、うんはい、そういう状態で、えー、高校3年生の終わりも大学に入る直前ぐらいに民芸館に行ったんですよそうちょっと勧められて行ったんですけれども、うんうん、その時に、はあ もうここだっって思ったんですよーす,ごいすごいもう大好きここ大好きっていうので、うん、なんかここにあるものこう空気感とか、うん、なので私はそ,のそこでギャッサモンのあのあ、まあでも民芸館にね、うん、それはなんかここにあるもの全部欲しいみたいな、うん、そういう感じで、うん、私にとっては民芸館は薬みたいなところで、うん、頭が痛くなると民芸館に行き 空私は町田にその時住んでたので、うん、まあ近くもないけど関係、ね、なくはないってそうですね。でも日常とはちょっと離れたところもリセットできる要素だったのかもしれない、ね。そうですね。共有できる人は誰も周りに友達はいなかったので私だけの空間みたいなそういう思いもあったかもしれない。えー、いいじゃないですか。 素晴らしい。でも、ただ単に好きで終わってたんですよ。それね。パードプレイス的なものとして見つけたってこと。ですそうですね。うん。でも、ただ単に好きな場所で、そこであのちゃんとなんか民芸を研究しようとか。そうやってしてたら、私の人生もうちょっと違った。もっと早い段階から。そう、思いますけど。まあ、そういうふうにはならず、あの、もちろん、その。民芸館で働いている人が、学芸員だっていうことなんかにも思い至らず。 で美術史をじゃあ勉強しようなんていうことも,も全然考えず、うん、普通にあの、まあ、進学をして大、うん、学生活を送っていて、うんでまあ、言葉もあの好きだったので、うん、言葉を通して異文化を理解するみたいなあのことにも関心があって。で あのそういう方向でアメリカの大学院に行こうと思っていて、うん、準備も進めていて大学中に在学中に、うん、そうですねその進学先として、うんえー、就職をしないで行こうと思ってたんですけれども、うん、その時当時あのうちの両親が、うん、あの単身赴任で金沢に住んでいて、うん、で,<う>でまあ,あの休みのたんびに遊びには行ってたんですけど。うんうん 9月の頭におわら盆っていう神のお祭りがあって富山ですけどねそれがすごくきれいだから見に行こうってなって家族に連れられていってその八尾の町がもう本当に美しくて特にお祭りなので玄関がこう開いていていろんな人が出入りしたりミュニてィの様子とか お祭りももちろんすごくあの踊りも美しくてふ、うん、と「私はこういうものが日本からなくなってほしくないと思って今まで生きてきてるのに、うんうん、なんでアメリカに留学しようと思ってんだろう」って今<更><その> <laughs> 本当に準備も進めていたのに疑問に思って、うんうん、それでその帰って東京に帰って大学に。うん あの美術史の先生のところにあのウィルソン先生っていうアメリカ人の先生なんですけど、うん、ところに行って、うん、私あのこういうふうに思って今帰ってきたんだけど、うんうん、どうすいませんどうしましょうなんかどう思いますかって一気にモチベーションが海外行こうっていうモチベーションが下がっちゃって私何考えてたんだろうっていうでもやっぱりこの思いのまま行くことはちょっとできないっていう話をしたら。うんうん じゃあ休学をしたらどうですかって先生がおっしゃって<う>でえっ、ー、とまあいろんな地方にできるだけ出かけていって、うん、職人さんに話を聞いてきたらどうですかっていうふうにアドバイスをしてくれたんですよ、えーま、たいい先生それで、うん、分かりましたじゃあそうしようと思ってうん、うん、とりあえずは。 で、あのアメリカの留学を相談していた先生のところにも行き、うん、その先生に「すいません私ちょっと方向転換しましたからアメリカやります」っていうふうに言ったらその先生も手放しで喜んでくれて<ー>それでこそ人生だよって言って「<ー>人生面白いね」って言って是非やったらいいって言っ、ね、る,るわけではなく,なはなくすごく喜んでくれて<ー>っていうのが。あの それでまあ私そうは言ってもあのそんなお金もないので、うん、まあバイトをして、うん、皆さんと多分同じぐらいの、ね、年齢の時ですけど、うん、バイトをしてお金がたまったらあの、まあ、どっか地方に行くっていうので、うん、45箇所ぐらいしか家いけてないんですけど、うん、でそこでも別にそれを研究にしようなんていうことは思っていてなくって、うんうん、ただ単にこう自分の生理のために行ってるような。あのまあでも動いたんじゃん。 まあまあそうですね。えなぎ大選挙のよいやいや本当にそれでやめましょうって。ど <laughs> れ多すぎるから。でも <laughs> じっとしてたわけではなく、何がいられるかっていうこう当てがあるわけでもないけど、そ,ね、その現場をまずは見ておこう。そうですね。で,うん、でもそんなねなんかこうやって話してるとすごくなんか立派なようなんだけれども。うん あの後でもちょっと話しますけど生き、うんまあ、づらさっていうのがあってうん、うん、で私はそこで生きづらさを抱えていてなるほど,でどうしていいか本当に分からなかっただけなんですよねこの先の進路っていうものをどうしていいかも分からないしうん、うん、何をしていいかなんて全く分からないっていうような状態で。うんうん なんかわらにもすがるような思いでそのアドバイスにしがみついたっていうのが本当のところだなっていうふうには思いますね。でもそれをしといて後々良かったなっていうのは思いますけどその時にはそんなにだからこそ研究にしようなんていうふうな明確な目的も持てなかったかえって不安は募る一方かもしれないごまかすように出かけたかもしれない思って でもなんかその職人さんに話を聞いていていい話ももちろんあったけれどもなんか「いや継がせたくないね」みたいな「息子さんはどうしされてるんですか?」って「いやちょっともう息子にはやらせたくない大変だし」自分の代でこれは終わりにしたいね」みたいな代々続いてるような漆のところでもそういう話も聞けたりして自分が東京に住んでいてこう。 なんか頭でっかちにこういうものをなくしたくないなんて簡単に口にできることではないなっていうのをだけが分かっただけでも言ってよかったなっていうのは思いますけど。しな,なきゃいけないっていうのを頭おなしに押し付けるわけにはいかない現実があるな、ねそね。そうなんですよね。うん、はい。でえっ、ー、とまあそれでなんでこれを出したんだっけなちょっと理解なくなっちゃったけど。うん、そうそれで、うん、あのまああの今運用曲折があって。うん であの民芸館で働くようになったんで、まあ、だ大体この10年ぐらいですかね民芸館で働くようになったのは、うん、あの10年ぐらいなんですけどでも最近のその安心として、うん、まあえっ、ー、とまあ 人間観ってやっぱり物を扱って、はいて物のスペシャリストだろうみたいな感じがあると思うんですけれども、うん、私はそのこの柳の言葉が「うん、物を通して人を見ることなくば十分に物を見ていないと言えるであろう」とか「うん、作られたものへの驚きは作るものへの驚きでなければならない」っていう言葉があるように。うんうんうん あのやっぱりどうしてもその向こう側の人とか、うん、それからそこの生活とか、うん、社会っていうものに関心がどちらかというとすごくあってそれがどん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 募っていて、うん、で今のこの日本の社会とかをさっきも倉田さんがちょっと冒頭でお話しされてましたけど。うんうん あのでも手をねかさないようなノーバディみたいな、うん、そういう社会を見ていて、うん、やっぱりその社会民芸が生まれるっていうのは、うん、社会の発露だと思うんですよ。うん、ででもその社会の発露の社会がう今揺らいでる今、うん、社会をこう耕していく土を耕していく作業をしていかないと、うんうん、この先 人間にこう共感するっていうことが生まれにくくなってしまうんじゃないかなっていう危機感が私の中にはずっとあってでこういうふうにあの展覧会でファッショナブルに紹介されたりして「いやかわいい」なんて言って関心を持ってくれる人が増えているのもある一方でそれをこうなんか根っこの部分から共感してもらうっていうことがどんどん難しくなるんじゃないかなっていうふうに 思ってるんですよね。今結構消費されておしまいになりかねない。みたいなところに、ね。そうですね。ねそうなんですよね。でも、うん、やっぱりそのえっ、ー、と人間のその今ちょっと空洞になっている、うん、人間のあの中の空洞になっている部分に日経、うん、っていうのはとても役に立つのではないかなっていう。確信もあってで、なんか。やっぱりその耕す作業を。うん、私はちょっとこの先重点的にしていきたいなっていう風に。うんうんはい 思っているんです。そうだからこの書きましたけど、うん、民芸は社会の発生だと、ねうん、だと,として生まれるものでまあ、うん、その民芸的なるものが生まれる社会にするにはどうしたらいいかなっていうことをすごく今考えています。決め、うん、<れ>で,で <laughs> そう。<laughs> <laughs> いいと思います。もう全く共感やし。うん、そうそれで、うん、えっと あそれで、えー、とすごく飛ぶんですけれども、うん、これは、えー、とハンガリーの保育園のお手洗いの様子なんですね。で、えー、と私あブタペストで、うん、私あのブタペストに2002年から2006年の4年半ちょっと暮らしていた期間があって、うんうん、でその時子供が小さかったので、うん、ハンガリーの保育園にも行ったんですけれども、うん、その時にその まあえーとまあ、友人がハンガリーの保育園の保育士さんの保育の関係者で,、うん、でそのハンガリーがどういうふうに保育がされてるかっていうこととかも聞いたりで、うんうん、すごく感銘を受けてこの生活私今の私に与えてる生活の影響ってすごく大きいんですけどこれは誰かに見せるために訪問者がいるから、うんうん、きれいに片付けてこういう状態にしましたではなくて日常なんですよね。うんうん ですごい綺麗じゃないですか。保育園。そう、保育園。子供たちが使う場所なんですけど、で、機能的で、清潔で、で、歳が並んでるのがたまらない。いいですよね。だから、身だしなみをちゃんとうん、うん、整えるっていうことも大事なことだって認識されてるんですけど、うん、やっぱりその子供たちを子供だからいいっていう感じではなく、うん、子供たちにすごい配慮された空間で、で、あの、 ハンガリーの保育士さんって、うん、まあ保育大学に通って保育士さんになるわけですけど、うん、その保育大学の時に民芸を学ぶん柳宗悦とかそういうことではなくて自国の、まあ、民族的なこととかどういう地域があってそこでどういうものが作られていて、うん、っていうのを知っ その伝統工芸とかともまた違ってきちんとこう学んで自分たちの中にそれがあるんですよね引き出しとして、うん。うん、でそのの保育の中で えー、もちろん子どもたちにもその民芸って何かとかそういうことは教えないですけど、うん、あの保育士さんたちの中にすごくいっぱいそういう引き出しがあるので、うん、あの例えば保育室の室内であったりしても、うん、日本の保育園によくあるようにキャラクターみたいなので、うん、あのベタ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 こう飾るのではなくって季節の,その四季折々の植物を使ったあの何かモチーフが飾られていたりとか、うんうん、伝統的なその地域のモチーフがさりげなく飾られていたり 習っていたりとか、本当に美しい空間で、大人も子供も居心地のいい空間ができてるんですよね。うん、そう、すごくいいの。わかる。かるかる <laughs> なだろう、あの工事現場一つとっても。感じる時あるけどね。 ああそうですよね、うん、そ,うそういう配慮っていうか、うん、そこにいる人たちの入る公共の場所であるっていうのももちろんそうだし、うん、まあ子どもへの影響っていうのも、うん、でなぜそのハンガリーの保育大学で民間とかそういうことを学ぶかっていうと、うん、それがやっぱりその人間の人格形成に欠かせないものであるっていう認識があるからなんですよね。うん、で、えー、とすごく役に立つもんだしその例えばえっ、ー、と、うん、あの 子どもが籠を取った、うん、持ったとして、うん、そういう時にさりげなくその籠はあのどういうもので作る柳で作られていてや、うん、柔らかいねとかちょっと触るとしなってして、うん、気持ちがいいねとかそういう声掛けをするんですよ、うん、保育室で。 でそれだけなんですけど、うん、でもそういうことってやっぱり自分の身の回りにあるそのもののことをちゃんと知るっていうか物のとの距離とか、うん、生活の経験値が上がっていくんですよね。うんうん、であのこれは、えー、とゼロ歳児のクラスの保育室これゼロ歳児の保育室とは思えないと思うんですけど、うん、の保育室で。 で、もう必ず保育園のその保育室にあるのが大事だってされているのがキッチンなんですよね。うん、で、こういうのはどこの保育園にもあって、うん、で、なぜキッチンが大事かっていうと、この生活。向かって右の写真がキッチン、あ、そうですね。キッチン、はい、子供たちのキッチン、ねうん。あ、子供たちのキッチン。そうです、そうです。うん、遊びのスペースなんですよ。なるほど。で、あの生活の中での出来事をここでこう再現して、みんなでやる雨。雨ごとみたいなことをするんですよね。うん、で、そのために必要な道具っていうのがこう。 綺麗に揃えられていてい赤ちゃんなんかもいたりしてで別にそれをあの、ね、男の子がおんぶしてあのはんはんお母さんがなんか、うん、ちゃんとしなさいよみたいなこととか、うん、なんかな、うん、い,いでしょそういうなんかでだからそういうの遊びの中で生活っていうのの経験値をかめているんですよね、うんうん、ちゃんとそういうの蓄積していて。でだからなんていうのそのそ 人格がそうやって形成されていくっていうか教え込むとかなんか日本だと例えばじゃあ伝統の模様を子どもたちにと言うと、うん、じゃあ、はい、今日は伝統模様をみんなであの描いてみましょうとか<の>そういうことになりがちだなと思うんですけど、うん、そうではなくって遊びの中で自然にそういうことを身につけるっていうことをされている保育で、うん、とてもあのいいんですけれども。 でそれをまあ日本でも、うん、あの日本のやり方で取り入れて、うん、保育士を変えていこうっていうことをして指導しているあの人がいまして、うん、私の友人なんですけれども彼女が入っている保育士で、まあ、ちょっとずつこういうふうに何かこう失来とかも変えたりとかして。 ただ保育士さんがまだ民芸とかに関心をねあの保育大学で日本は全くそういうことを教えないから、うんうん、そういうことも知らないし関心を持っていないので,、うん、でそういう人たちにいきなり「柳宗を知ってね」とか言っても、うん、<laughs> みんな巨トンなのでだからなんとなくこう身近なところから、うん、あの関心を持ってもらえるように私もその彼女たちが作っている発行している冊子なんかにちょっと簡単な文章とか書いたりして。うんうん これからちょっとこういう保育士さんたちを手助けするっていうことを私ももう少しそうしていきたいなと思ってますもって、まあもちろんみんなより全然若くって若いって言い方もあれですけど幼くってそうなんですよそう、うん、育てないとね,ね未来ねじゃないですか。 これから社会を日本の社会を作っていく形でやっぱり大事なことだなと思って、うん、であの別にこの人たちがそのドミンゲに、うん、<laughs> すごいハマってくれなくてもよくってでもそういう素地を作っていくっていう、はい、そういう活動のこれは一環でちょっと紹介しました。うん、でまあこういうふうにあの育てられて、うん、なんかこうあのこの間私あの 生きづらさを抱えている人たちのお手伝いをする依存症になってしまったりとか元受刑者の人だったりが社会復帰をして就労をする時に手助けが必要なのでそういう就労支援をするボランティアグループがあるんですけれどもちょっとそこに関わっていてそこに関わってる弁護士の先生がイギリスの刑務所に行った時に。 ティーが出てきたんですよイングリッシュティーが出てきてちゃ、うんと迎えられているって感じがしてとても嬉しかったっていう見学に行ったんですけどっていうのでイングリッシュティーが出てきてきちんと人として扱われている感じがして嬉しかったってで,、うん、でも日本の刑務所ではありえないっていうような話をしていて。うんうん んかそれそれだなって思ってでんかやっぱりこういう空間でんかこう民芸でもいいですけどそういうものを何か出されたりとかこういう国に飾られたりとかしていてやっぱり自分がちゃんとその場所に受け入れられてて自分のことが配慮されてるっていう感覚を人が持って育っていくっていう。 そういうことが大事なんじゃないかなっていうふうにうそれって民芸を受容する素地になるんじゃないかなって,思ってます実は人を見る眼差しと実抜きっていうかそう,そう、ね、いうことなんですでこれは一つ紹介で、はい、あとはもう一つあの紹介したい事例があって。うん、であこれあの、えーと ちょっっとご縁があって三重大学の家庭科の,あのカリキュラムを研究している村田先生っていう研究室がありまして、はいはい、でその先生にとご縁があって私があの協力してるんですけれども、うん、やっぱり子どもたちが圧倒的に生活経験が乏しいとうん、うん、あとはあの家庭環境がやっぱり様々なのでみんながみんな家でその生活経験を同じように持てるわけではなくて。うんうんうん でも学校っていう場がそれ役割をするわけじゃないですか、うん、どんな家庭環境の子でも共通して体験できる場で。 そういういいい場でよよりり良良暮らしとかより良いあの社会っていうのを考えるっていうその中に民芸っていう考え方をどうやったら入れられると思いますかっていう入れたいと思うすごく自分は民芸に共感をしてるんだけれどもそそうなんですよそれでえとどうしたらいいだろうっていう相談を受けて今一緒にカリキュラムをちょっと作るお手伝いをしてるんですけれどもやっぱりまあ本物に触れるとか実体験がやっぱり圧倒的に乏しいので。 でまあ、そういうことをしていこうっていうので、うん、この間ちょうどその三重の方に伊勢の中学校に行って。はいうんで 実践を見てきたんですけど柳宗悦も工芸っていうのは美と生活との結合したものであるって言ってますけれどもそれなのにやっぱ今までって民芸館も美術家図工科の学校と連携して見学会美術鑑賞会とかそういうのは開いていてスケッチしたりとかっていうので物をよく見ようねみたいなことはよくしてるんですけれども家庭科と連携するっていうのは初めてだったなと思ってでも私なんかも待ってましたと思って。 家庭科ってまさにじゃないかと思って。確かに確かに。うん、そうそれであの。 そうこの間私「待ってました」ってこの間思ったんですよねとか言って言ったら、うん、いやもう捕まえたっていう顔してましたって言われたんですけど <laughs>、うん、でもすごく大事なことをやらせてもらってるなと思っていて、うんでまあ、まずこう実践でもね中学校の現場で実践できることってなかなかそんなに多くはなくって、うん、しかもその付属とかあの私立の私立の中学校ではなく、うん、公立の中学校でやろうとしているので。うん これはあの実践準備の,あの風景ですけど、うん、えとその、えー、先生が。えー 各地鳥取と島根と御太とすごい強行軍で作り手さんを民家作り手さんを陶芸の回って趣旨を説明して協力してもらって器を安く買わせてもらったりとかして実際にものをまず持ってきましたそれで作り手さんたちにこの左下にはメッセージを中学生にメッセージも書いてもらってその作り手さん。が作った人参とか いるような木村さんの野菜みたいなそういう感じで作り手のも見えるようにしようっていうので,、うん、であのこういうメッセージカードも作って、うん、それで、まあ、こういう風に実践で並べて、うん、私が行った時にはまだ第 1, が1回目の授業で。うんすごい で、えー、とグループワークでどういうシチュエーションでご飯を食べるかって何を食べるかみたいなのをあのグループで決めてでそれの,あの、うん、テーブルを考えようみたいな、えー、<の>めちゃくちゃゃくいいやんそう,そうなんですよ、うん、ですごく簡単なようだけれども私聞いて驚いたのは、うんうん、やっぱり今。 あの家庭科でこんな授業ないって、うん、あのもう本当にテストをするために文科省が作ったの過程をこなす、うんうん、教科書通りにこなすっていうだけであのこんな,なんかこうワクワクするような授業とか教材とかってないんです、うんえー、であのだからこれはあのかなり画期的なことで、うん、であのその様子を見てたんですけど、うん、この 女の子たちがずっと歌の飛びかんなってそれをずっとなぞっている子がいて面白いとかってはけ目とかも見てんか違うとかっていうのを手で触ったりとかこっちの子はずっと黙って一人で出産のお皿を見ていて「何見てるの?」って言ったら表面にガラスの。 あうん、が入ってそれの何か「ひびが入ってる」とか言って見ていてな、うんで入ってるのかっていうのをなんか後になって質問していたりとか、うん、でこのちょっと親ってしてますけど、うん、この子は、うん、あのじゃあやってくださいってなった時に一番に、うん、あの一応ねなんかやっぱり民間の器だけあったり手仕事の器だけがあるっていうのは、うん、私は今の世の中でちょっとこう。うん なんていうの平等じゃないっていうかなんかあの作られた世界になりすぎるからやっぱりこの機械製品もあった方がいいと思うっていうふうなことを言って無印良品の器とダイソーの器 100, 100均の器もあったんですけどでこの子は。 入ってその器ーコーナーに来た時に「うん、いやもう絶対ダイソーだろう」とか言いながら「うん、いや100均100均」とか言って言ってきたのに、うん、一番最初に手にしたのはその松江の郷土玩具だったっていう、うん、郷土玩具を手に取ってずっとこう持って歩いてて、うん、誰にも渡さないの1個しかなかったから取られたくなくて、うん、もうなんか自分のものみたいな感じで持って歩いていて、うん、でそれを持った上でこう,うろ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 して、うん、あの器を選んでいたりとか。うん っていうのでこういうふうに皆さんがテーブルセッティングをしていてでこれお花も飾ってるんですけどそれは別にお花を飾りましょうって言ったわけではなくて、うん、窓側に、まあ、6個ぐらい、あのー、お花が先生がその時朝取ってきたお花を入れて用意してあって別にお花のことなんてそんな触れてないんですよ授業で入れたらいいなんて言ってないんだけど、うん、結構男の子があのあの花を持ってきていて、うん、しかもなんか私びっくりしたのは、うんあの ポスターを ちゃんとなんか花瓶の下に敷く男の子がすごく多くてなんかみんな丁寧と思って確かに私の子なんだろうか<笑><笑>なんかそういうところにちょっとハッ倒したりとかして、うん、この左右上の青で統一した形は最後の晩餐だって言ってあの青で統一したりとか、えー、一番好みかもあ,あそうですか、うん、その隣の左の上のは、うん、えと何盛るのって言ったら、うん、えっとイカスミパスタっていう風にした、うん <laughs> それでなん,かなんかモノトーンでできるだけモノトーンで揃えたんだとか言っていてであのやっぱ見てると、うん、あのちょっと多動性があって、うん、あの教室で普通の授業では、うん、あの配慮が必要な子とかがいたんですけど、うんうん、私は普段を知らないのでどこまでそういう感じか知ら分からなかったんですけど、うん、そういう子がまあなんかうろうろしながらも全部の器をこう 触って見ていてて見いいすごい関心を示してるんですよねでも多分なんかあの知らない人に話しかけられたくないタイプの子だったと思うので<ー>私がちょっといろいろ聞きたいなと思ったんだけど、うん、私の殺気が出てしまったのが、うん <laughs> ね、追いかけっこみたいに、はい、結局その彼には話を聞けなかったんですけど。うん あとなんかやっぱグループワークなので、うん、あの自分が選んだ器を女の子に却下された男の子とかがいて、うん、そうすると他のグループのところに行って「この器いいから絶対使えよ」とか「<laughs> <laughs> お前たちのつまみ乗のせるのに絶対いいよ」とか言ってですでももうそこで愛着が物に生まれていてんかすごくいいなと思って、うん、そんなふうにたったの1時間でこんなふうになるんだなっていうのを。 まあ、食卓の風景というか。そうですね。こういうご飯で、はい、その時にこういう器を組み合わせよう。そうですね。そういう授業だったよ、ね。そうなんです。はい。で、まだ、これはだから、空の状態で、うん、その前に、前段階で、先生が、あの、スライドで、なんか、いろいろと、見せてくれていて。うん、その中で、学校給食を、民芸の器に、盛り替えた、写真っていうのがあって。うん、それ、すごく良かったです。<ー>なんか、それ、ちょっと、借りられなかったんですけど、うん、本当に、カレーを。 かかかプラスチックの器とかじゃないですか,か,かそれを民家の。人間の 作り手さんの器に盛り替えていてでそれでなんか「えこれ2000円ちゃう?」とか言って <laughs> <laughs> 子供もたちが器で <laughs> そうやっぱり変わる <laughs> 生活の中の,であの私が聞いた子はみんな家ではあの器を選んだりとか、うん、器に気を気にしたりとかそんな,なんか美しく食卓しようなんて考えたこともないとか言っていました。この今 このグループワークをしたものを、うん、えと個人で、うん、あのそれぞれ自分の器っていうので、うん、あのしていて。 で,、うん、でその後、えー、家で実践をしてみようっていうふうにまずして、うん、それをこうレポートしてもらうとかってこれ続いてあのいくんですけど今は中学校2年生だけにしたんですけど、うん、これが中学校1年生で、まあ、何か授業の中に取り入れて 2>, うん、うん、2年生3年生って連続してこう取り入れられるといいなっていうような取り組みをしていて、うん、これは私も引き続きちょっと協力をしていきたいなということです。うん、はい こんんな駆け足でちょっと紹介した多分その民芸運動の初期っていうのは民芸っていうのが集められてそこで民芸って何だろうっていうことを考えて民芸のものに宿る性質みたいなのを柳たちが解き明かしていってっていうようなその流れだったとものがあってっていうんですけど今ってそれはもう柳先生たちがしてくれていてある程度そういう理論っていうのは であのでも何て言うんだろう社会がこう外からグラグラグラってしていてど,、うん、でどういう方向に向かっていいのかでもみんなもなんか生きづらさとか不かよとか、うん、そういう言葉がすごく聞かれるようになっていて。うんうんうん で何かこの社会はちょっと間違ってるとか何かこうおかしいんじゃないかとか気づいてる人たちもたくさんいてでまあコロナみたいなのもあって自然との関わり方とかそういうこともこう SGDs っやと言われるようになったりとかしてそれも流行り言葉で終わらせてしまうのではなくて何か指針を持って進んでいく方向性っていうのが必要だと思うんですけどそういう時に民芸っていうのを使ってもらった方がいいんじゃないかなっていうか民芸がその指針になるって ってていうふうに私は思うんですよね、うん、高校生としてでちょうどその不完全とかっていうので、うんうん、倉田さんがあの朝日新聞で不完全について書いたじゃないですかはい、はい、でそれもなんか本当にそうだなっていうか、うん、うまさにそう柳自身がね、うん、言ってるから、ね、そうですね、うん 面白い話っていうかインドのカンタっていうのがあってインドのカンタの使い古されたサリーとかを重ねてそれをステッチして刺繍したりしてベッドカバーとかそれから下のヒクマットとかにするっていうインドのカンタっていうのがあるんですけれどもそれを作る時にインドの人たちは人間は神様じゃないから完璧な存在ではないからだからどこか完璧に仕上げない。 へわざとそれは人間が完全じゃないっていうようなんかそういうものへの考え方って、うん、っ社会の在り方にも作用すると思うんですよね。まあ何気ない振る舞いとしてねでもなんかそういうふうにた話は日本のなんか神社とかでも聞くよんか石段例えば50段ぐらい石段でこう丘の上とかにお宮があるとして。 なんか最後の1段目だけそれまではずっと1枚板の石なんだけどん,なんか1枚にしないみたいな,、うん、なんかその欠けているっていうところに謙虚さっていうか、うん、まあちょっと突実回すのような感じもしなくはなかったけど聞いた時はでも何か通じる話かもなと思って、うん、そうですよね、うん、そういういのがまあ日本でもなんかこうどん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 ミスを許さない人が。 なんかそのものとの距離もすごい出ているし、ねうん、なんかそういうところで、うん、やっぱりこう民芸っていうのは指針になって、うん、みんながその民芸研究者になることはなくって、うん、どんな仕事をしていても、うん、してる人にも、うん、その民芸っていうのは何かしらこうヒントになるようなところがあると思うので、うんうん、何かそういうふうに入っていくといいなっていうふうに今思っています。 時間が大丈夫ですか。うん、あと十分ぐらいまま。まだ。それであの、うん、ちょっと話があの、うん、戻るというか、全然こう流れが違うんですけど。うん、一つこれはどうしても紹介したいものがあって。うん、はい。でえっと毎年、うん、えー。 小学校5年生になると民芸館に見学に来る学校があって、うん、その子たちはあのまず柳宗義邸を見学して本館でまあ、うん、本が柳のそれでえとそこでまあ過ごした後に本館でえ90分ぐらいかけてあのゆっくりスケッチをするんですね、うんうん、それであのそ,のその日はあの 休館日に開館しているので、うん、子どもたちだけなのでこんな風に寝そべてめいいそう本当にね、うん、い,い,いい時間なんですよ <laughs> <laughs> 次の今度の月曜日に実はまたあるんですけれども、うんはい スケッチをしてみんなすごくよくスケッチをしてくれてそれで帰って学校で作文を書くんですね文を書くんですけどそれをまとめたものを毎年いただいていてそれで本当に毎年いい言葉がいっぱいあって感動するんですけど去年の男の子の文章が私はもう忘れられなくて何年年年生生生だっけでです小学校そうなんよちょっと読みますね。ぜひ 本館は8つの部屋があり、うん、柳さんの神秘眼により選ばれた工芸品1万7000点がありました。うん、すごい数です。うん、でもどの品物も説明文が少ないのです。うん、理由は日本民芸館の人が教えてくれました。うん、柳さんは知識で物を見るのではなく直感で見ることが大事だと考えたからです。うん、僕はこの一言で心が動かされました。僕は知識で物を見ていて 楽をしていたので、これからは直感で見ることを大事にしようと思いました。<で>すごくないですか？<laughs> すごいすみね。<laughs> あの一番良かったのは、うん、すごい数です。なんかこういうこ,この文章には呼吸があるよね。ちゃんと。そうですね。ここで、うん、なかなか合った言葉を連ねがちなんだけど、大人はすごい数です。 この実感がそれでしかもその知識で物を見て,いて楽をしていたっていう知識で物を見ることが楽で直感っていうのは楽ではないっていうことを私はと言ってないんですよただ直感っていうことは教えてるんですよ必ず。なんだけどああの私の説明で僕は楽をしていたって思ったんだっていうのがそこに気付きまし <laughs> そう <laughs> <laughs> いう気もするがでもそうなんだね,そう,なんねそう思ったんだねすごいね。 やっぱりこういうふうに何かいろいろと説明をして民芸って何だろうとかじゃあそこから大事な社会って何だろうとかっていうふうに言葉をしてると言葉ってどうしてもブレたりとかあとそれぞれが持っているその経験値でその言葉の捉え方ってどうしても変わってきたりして私も言いながらちょっと違うなとか説明が尽くせないみたいなところって必ず出てくるけどやっぱり物って揺らぎなくそこにあって。 なのであの是非見に来てほしいっていう話なんですけどあの <laughs> 今の最後に出たねそのもいいですねつまりあのもちろんそれなりのそれぞれに研究されていてそのもののことを説明するさまざまな情報はあるんだろうけど当のものそのもののそのあるっていうその確かさとか今言ってくれた揺らぎなさっていうのは多分100万200万の 言言葉を重ねてもいい尽くせない何かだと思うんで,すよ、ね、で確実にその人にしかない何かをきっと届けてくれるものだろうしそれがこう字面ではなく知識や情報ではなくものがあるっていうことなんだろうなっていうのを今の作家さん 揺らぎなく力のこもった言葉にしようと思いました。<laughs> そう,いやいやそ,うそうなんですよね。本当、うん、でもなんでさりげなく、うん、揺らぎないけどさりげなく,なくいつもそこにあって、はい、アイドルの歌詞みそうだね。でもそういうまあこのねあの皆さんも行かれると思うけど本当説明文が少なくてそういう意味でも言葉を通してではなくて知識や情報じゃなくてね物と向かい合うっていうことをまああの 体験体感できる場所でもあるし、でも今日のお話は、でもそこのものの向こうに絶えず人がいるっていうことも実は見通した上でのその者のたちでもあるってことだったんですね。そうですね。かそこの共鳴具合を、今だからこそってことで、ご自身の活動も含めてお話くださったかと思うんですが、言った間あと3分になりました。受けますか。<の>え言い尽くせるあ うんなんかでももう今胸がこ <laughs> の子の文章を紹介しちゃうともう私が言うべきことはないんじゃないかって思うんですけどやっぱりその大人ってでもね直感で説明するとそうかじゃあ自分で好き勝手にパって見たらいいんだみたいなそういう捉え方をする人ものすごく多いんですよでもそうじゃないんですよねこの楽っていう言葉にあるように楽じゃないんですよであの物を直に見てそこ物が物を言ってることは変わらないのでそこで変わら 言っていることをやっぱりこう汲み取っていくっていうことは、うん、とても自分の中にも経験値が必要だし、うん、あの大変なことなんだけど、うん、あのでもそれがこう聞き取れるようになってくると何、うん、てなんかもうそこの後ろに広がってる世界はなんて豊かなんだろうっていうことに気がついていくので本当に繰り返し来てもらいた今い、うんねまあ、経験ってことも言ってくれたけどさりなさっていうことと合わせて。 多分もちろん物は語らないし、ねあの気がつかない人には気がつかず通り過ぎる人は通り過ぎてしまうようなものなんだろうと思うけど、でもそれが翌年行くともしかしたら立ち止まるものかもしれないし。そうそうなんですよね。うん、そう自分だからその自分の変化にも気づけるんですよね。うん、なんかあのあ前来た時これいいって思わなかったけど、うん、あのこれを いいって思えるようになった。自分みたいな。と、うん、か自分のこのせ、うん、い、て言うの？精神状態の変化みたいなのも、うん、あの分かったりとか、うん、なんかこうあります。うん、<リ>ありますね。だから多分それも何でも良いんじゃなくて、うん、やっぱこの生活に出したものだった。ということが、実は大きかったりもする。民芸ならではのポイントとしてあるのかな？っていうのも、途中のあの家庭科の話なんかも含めてね。実際のその生活力を鍛えよう。っていう話ともつながるのかなと思ったりとか。 なんか今言うべきことを探してる大丈夫いやいやいやそんなあれなんですけど、うん、そうでもあとあのこのシリーズって本当にいろんな方がお話されるじゃないですか。うんうん、それでああいう方々が地域に入って地域のことをいろいろやっている方とか、うんうん、それからのスタジオ L の山崎亮さんも最近とっても民芸に関心を寄せていて。はいうん なんかそういう,こう地域と関わって、うん、あのいる方が民芸に関心を寄せていくっていうのはとても自然な流れだなと思っていてさっきの,その指針になるっていうのじゃないですけどそういう人たちは指針として民芸をこう持ってやってくれてるなっていうのであのそういう動きま政治はもうちょっとはね当てにできないんであのそういう人たちとともになんか皆さんもこう自分の地域っていうのがあると思うんですけど。 そういうのを、あの、ただ単に、こう受動的にいるんじゃなくて、うん、こう内部から内発的に動けるような人材に。なってもらいたいなと思います、うんはい。ありがとうございます。温かいメッセージを最後いただきました。一回画面共有を外していただいていいですか。はい、あのー、ちょっともう時間もしてるんですけど。まあ、途中、ご自身のこの間の、あの経歴みたいなお話もあったりしたんですが、思い返すと。 僕自身が多分東京に来たタイミングと、まあ、明治大学に来たタイミングと古谷さんが民芸館に入られたタイミングがほぼ同じぐらいで,で、まあ、いよいよ僕も東京に来たということで駒場も近くなって今まで以上に民芸っていうものにこう関心を深めていったんですが気がつくとまあこう立場は違うけどね同じような目線でこの民芸っていうものを真ん中にしながらこう走ってきたんだなってことも感じた今日でした。そういうい意味では 断られ続けた古谷の意味だったんですけどあの来ていただいてあの思いの滝を話していただいて十分ではなかったかもしれませんけどありがたいなと思った次第です、まあ、今後ともまた何か機会があればよろししくお願いします、はい、まずは今日本当にあの温かい話をありがとうございました。 はい。えっ、ー、と、時間、あの来てはいますけど、えっ、ー、と、リアクションペーパー、教室の方は是非、ぜひ、古谷さんへの感想、あるいはもちろん質問も含めて書いて、提出してお帰りください。はい。えっ、ー、と、オンラインの方もありがとうございました。これで失礼します。あ、ちなみにこのパソコン、フレアさんのパソコンじゃなくて、僕のパソコンなんで、フレアさんがこんな汚い、美しくないパソコンじゃないよね。僕はシール貼りまくってますけど。はい。以上です。お疲れ様でした。失礼します。